オスプレイの墜落事故続報です。今日午後、屋久島沖で6人が搭乗していたとみられるアメリカ空軍所属のオスプレイが墜落しました。第10管区海上保安本部の巡視船や航空機が捜索をしていて、これまでに意識不明の状態で1人が見つかり、その後死亡が確認されました。屋久島沖の現場上空で午後5時ごろに撮影したものです。海上に油のようなものが浮き、周辺は航空機や漁船が捜索に当たっているのが分かります。また機体の残骸でしょうか、海に灰色の物体が浮いているのが分かります。そしてオレンジ色の救命ボートのようなものも見えます。実管本部によりますと、今日午後2時45分ごろ、屋久島でオスプレイが屋久島沖で墜落したと事故を目撃した釣りをしていた人から118番通報がありました。オスプレイはアメリカ空軍に所属する CV-22 で、屋久島空港の東の海上に墜落したとみられていて、6人が乗っていたということです。現在、実管本部の巡視船6隻や航空機2機が現場に向かい、オスプレイの残骸のようなものと救命ボートのようなものを確認したということです。また安房港から北東におよそ3キロの海上で1人が意識不明の状態で見つかり、その後死亡が確認されました。2時半ごろですね。どこからご覧になっていましたか？空港の真正面の ガソリンスタンドの方です。着陸の、ちょうど見えなくなった時に煙が上がったような状態です。見えなくなった瞬間に白い煙が一気に上がったって感じだけですね。音はこっちでは聞いてません。離陸をした後、オスプレイが着陸をして、それ離陸を待ってたような状況なんですよ。はい、そしてこちらの写真なんですけれども、これは先ほど実管本部が公開した写真です。実管本部はこれは機体の残骸のようなものとしています。機体の残骸のようなものとしています。この写真を見る限り、かなり激しい衝撃で、海上に墜落したとみられています。オスプレイ墜落について続報をお伝えしました。